写真拡大。宝純機種40立冬フリーが21日くも膜下出血で入院していることを自身のツイッターで明かした。症状が現れたのは20日の中山 1R 後で、頭が割れそうな激痛が走り病院へ搬送されたという。レントゲン、CT、MRI、カテーテルの検査の結果、くも膜下出血だったみたいです。と経緯を説明。まだ原因が分からず、そのまま入院となりました。今でも激しい頭痛が続いています。ゆっくり治します。と綴ると、ファンからは激励のメッセージが多く寄せられています。